クオン、相川クオン、願いを叶えるのだ。惑星クレイに行きたいのだ。君がそれを口にするな。それは僕たち二人の。さあクオン、僕たちの願いは、二人で惑星クレイに行こう。それが全ての始まりだった。果てのない銀河をさまようような僕たちの夢の始まり。 Wager your world at the Colosseum for a chance to win the ultimate prize. Booster set 6, Paragons of the Colosseum.The glitters of the story assemble. Let's go! Super Dimensional Combination, Dayusha! Booster Pack, Dimensional Transcendence. Bushy Road. Card Fight Vanguard! Our wishes will surely be heard! Let's enjoy the Starlight Festival together! Lyrical Booster, Lyrical Monasterio! Sparkling Stars! Featuring Lyrical Secret Rares! Bushy Road!惑星クレイ？クレイってヴァンガードのか？お前知らねえの？惑星クレイって嘘なんだぜ。ゲームの中の話だよな。でも宇宙はすごく広いから、まだ見つかってないだけなのかもしれないよ。天の川銀河には100億個の地球型惑星が存在するって図鑑にも書いてあって。意味わかんねえ。宇宙人だこいつ。あっちで遊ぼうぜ。今の話本当か？なあコーン、セクレイにはいつ行けるようになるんだ？クレイがある場所を見つけて、そこまで行けるロケットを作って、宇宙飛行士になるための訓練をして。なんか大変そうだな。うん、すごく難しいと思う。行ける可能性は低いかも。でもゼロじゃないんだろ？
俺たちには無限の可能性があるって父さんと母さんが言ってた。無限の可能性？うん、諦めなければゼロじゃないんだ。二人で惑星クレイに行こう。僕だけの密かな願いが僕たち二人の夢になる。それが嬉しくてたまらなかった。だけど列車事故に遭ったスオーは心を閉ざしてしまった。スオー、今日は来るかな。ん？スオ、スオの友達じゃないか？待って。両親を失い、記憶を失い、全てを失ったスオーに何て声をかけていいのか分からなかった。いや、違う。あの日約束した二人の夢を否定されるのが怖かったんだ。僕は一人になった。最初からそうだったように。全てがゼロになったとしても、あの約束だけは続いている。そう信じることでしか前に進めなかった。それにクレイが実在するという確信もあった。あの日見たもの、あれはきっとこの地球のものじゃない。惑星クレイは必ずある。約束を果たすことができればスオーと友達に戻れるはず。その一心で僕は研究にのめり込んだ。その結果、惑星クレイに行く方法を確立するには途方もない時間がかかるということが分かった。何か方法はないのか？何でもいい。僕たちの願いを叶えられるなら何でも。良い欲望だ。その粘りつくような執念、とてもいい。どんな願いも叶えることができると聞いた僕は、宿命決戦に参加することを決めた。それじゃ、これから転校生を紹介します。スオ、はじめまして、相川クオンです。さあクオン、願いを叶える。僕は騙された。このままじゃ。そうだ、運命王、あれに秘められている膨大なデザインフォースを使えばクレイに行けるかも。運命王を奪うんだ。たとえ明道アキナを。本当にそれでいいの？僕とスオーがクレイに行ければそれでいいんだ。スオーはそう思ってるのかな。彼は全てを失ったんだ。この世界に未練なんてあるはずがない。でもスオーは戦ってたよ。スオーはこの世界が好きになったんじゃないかな。僕のいない間に。やめてくれ。僕はシビルトに加担した。取り返しのつかないことをしたんだぞ。そんな僕にできることなんて。
もうどうすればいいのかわからない。本当はどうしたいの？スオと、スオと、もう一度友達になりたい。だけど今の僕にはその資格がない。スオの隣に立つことなんて。諦めないで。シビルトに惑わされるな。君ならばできる。奴の呪いを跳ねのけろ。帰ってきてください。あんな野郎に負けんじゃねえぞ。みんなどうして。これは大丈夫みたいだね。みんな、これって明道明菜の時と同じ。王に選ばれたのは君のようだな。俺たちの思いは一つ。このまま黙ってられないですよ。やられっぱなしはムカつくだろうが。行きましょう、相川さん。敵を組み直したい。みんな手伝ってくれないだろうか。はい。遥か昔、この場所でも一度地球とクレイはつながった。特異点の一つだ。ようこそ宿命者カードの所有者たちよ。ここが最終決戦の舞台。崩落した遺跡を私の力で復元したんだ。こんなことまでできるのか。予定の時間より早い来訪だが、どうした、待ちきれなかったのかな。なわけねえだろボケ。僕と戦え、シビルト。そのカードは宿命者もデザインフォースも。いいだろう、お前たちのデザインフォース前菜としていただくとしようか。カードファイトヴァンガード The glitters of the story assembleLet's go! Super Dimensional Combination, Dayusha! Booster Pack, Dimensional Transcendence. Bushy Road! When might becomes law, will you rule or be ruled? Glory Finder, Guide to Glory. On sale now. Vi Schwartz.Popular titles join in commemorating the 30th anniversary of Dengeki Bunko. Trial Decks and Booster Pack Dengeki Bunko. On sale October 25th. Bushi Road. Hard Fight Vanguard! Our wishes will surely be heard! Let's enjoy the Starlight Festival together! Lyrical Booster Lyrical Monasterio! Sparkling Stars! Featuring Lyrical Secret Rares! Bushi Road! 君、ヴァンガードできるんだ。私には稲部直の知識も明道光の知識もある。早く我が力を試したくてしょうがないよ。そうか、なら相手に不足はないようだね。ふん。さあ、運命と宿命の果てに。
決着の儀を始めるとしよう。スタンドアップバンガード、スタグニッパードラゴン、熱気の刃アルダート、僕のターン、スコルピアサーにライド、ターンエンド。私のターン、ブレイズザンバーにライド、ストームスラッシャーとコーフをコール、ストームスラッシャーでアタック、ノーガード、ブレイズザンバーでアタック、ノーガード、アタック、ガード、ターンエンド。シビルトのデッキは稲部さんのものをベースにしているようだね。どう手を加えているかが問題だが、僕のターン、マンティサイスにライド、クラレンス、フォクシルをコール、マンティサイスでアタック、ノーガード、アタック、ガード、ターンエンド。私のターン、ボルダーアークスにライド、ブレイズザンバーをスキルでコール、ボルダーアークスをコール、ストームスラッシャーでアタック、ノーガード、ボルダーアークスでアタック、ガード、アタック、ガード、ターンエンド。よく防いだじゃないか。だが早くも追い詰められてきたんじゃないか。あまり僕を見くびらないでくれ。ほう、果てなき夢を追い続けることに比べればこの程度、苦境のうちに入らない。僕のターン、大気を滑る星の知恵、あまねく世界を展望せよ。ライド、無限の宿命者、レビトラス、スキルでバルビレーターを手札に加える。広がれ無限のマナコよ、レビトラスのスキル発動。インフィニットアイズマーカーを一つずつ置く。アノートガスターをコール、スキルにより山札の上2枚から1枚を手札に加え、自身のパワープラス5000。バルミネーターをコール、レビドラスでアタック。この時ホクシルのスキル発動、バルミネーターのパワープラス1万し、コーレスからアタック可能にする。ノーガード、ファーストチェック、セカンドチェック、キールトリガー、アノートガスターのパワープラス1万、ダメージ回復、バルビレイターでアタック、ガード、バトル終了時スキルで1枚ドローし、クラレンスのパワープラス5000、クラレンスでアタック、インフィニットアイズがあるのでパワープラス1万、ガード、インターセプト、まだだ、アノートガスターでアタック、ノーガード、ターンエンド。いいじゃないか、こちらも暴れさせてもらおう。私のターン、無双の力存分に使ってやる。ライド、無双の運命者、バルガドラグレス。バルガドラグレスまで、チクシュウグ、ボルダーアクスをスキルでコール、ジェネレーターで1枚ドロー、ストームスラッシャーでアタック、ガード、インターセプト、ボルダーアクスでアタック、インフィニットアイズを使いパワーマイナス1万、さらに1枚ドロー、そしてガード。その程度の小細工で止まると思うなよ。バルガドラグレスでアタック、スキル発動、前列のリアガード全てを退却しパワープラス1万、そして退却したストームスラッシャーのスキルレストで後列にコール、ガード、ファーストチェック、セカンドチェック、ドロートリガー、バルガドラグレスのパワープラス1万、バトル終了時バルガドラグレスをスタンド、ドライブマイナス2、もう一度アタック、ノーガード、バルガドラグレスのディバインスキルが使えるようになるのはダメージが4以上の時のみ。これで無双のディバインスキルは抑えたよ。ターンエンド。このターンが勝負どころ。レビドラス、僕を導いてくれ。僕のターン、ドロー。
宿命の重い束ねし王よ、永遠の輝きで世界を照らせ、ペルソナライド。無限の宿命をエビトラスエンピレオ。来たか宿命を。無限のマナコイ拡散せよ。エンピレオのスキル発動。手札のレビドラスをソウルに置くことでインフィニットアイスを3つ置く。そしてエンピレオはソウルのレビドラス1枚につきパワープラス5000され、そのディバインスキルを得る。無限覚醒ディバインスキル発動。インフィニットアイスを1つずつ置き、エンピレオのパワープラス1万、クリティカルプラス1、クーリをコール。スキルでアノートガスターをコール。さらにスキルで山札の上2枚から1枚を手札に加え、1枚を山札の上に。アノートガスターをもう1枚コール。戦力は十分、万全の体制だ。やっちゃえ相川さん。レビドラスエンピレオでアタック。Yes, no, no.ファーストチェック、フロントトリガー前列のパワープラス1万。セカンドチェック、ドロートリガー、アノートガスターのパワープラス1万。ダブルトリガー、しゃあ、バルビレーターでアタック。ガード、バトル終了時アノートガスターのパワープラス5000。アノートガスターでアタック。ノーガード、もう1枚のアノートガスターでアタック。ノーガード、あと1点。これで終わりだ。フーリでアタック。残念、完全ガード。ターンエンド。あとちょっとなのに。クオン君のダメージは3、インフィニットアイズも撒いてある。まだ勝機はあるはずだ。相川さん、スオーがようやく手に入れた笑顔でいられる世界なんだ。君の思い通りにはさせない。僕とレビドラスが止めてみせる。無限の宿命王、確かに強かったな。だがその黄金の輝きも私には届かなかった。見せてやろう我が力を。その身に宿し魔人に落ちた無双の姿を。あ、この世のすべてを怪人と化し、己が最強を示すがいい。邪竜解放。無双の魔人竜、バルガドラグレスラセス。Thank you.
Vi Schwartz. Oshinoko arrives in the world of card games. Take up your unique weapons and meet fate head-on as it begins to move. Trial deck and booster pack, Oshinoko, now on sale. Bushiroad. Vi Schwartz, JoJo's bizarre adventure returns to the world of card games. And now, time will resume once more. Premium booster packs, JoJo's bizarre adventure, Stardust Crusaders, and Stone Ocean. On sale 4th October, Bushiroad. ようこそコックミリオンへ。また来たよ。さあ見せてくれ、宿命書を束ねし王のカードを。もちろん、今回は無限の宿命王レビドラスエンピレオを紹介しよう。手札のレビドラスをソウルに入れればインフィニットアイズマーカーを3つ置けるんだ。ソウルのレビドラス1枚につきパワープラス5000と、そのディバインスキルも使えるよ。なんという黄金の輝き。もっとよく見て、その瞳に焼き付くまで。うえへへ。